ウェットさー鹿児島店やね、ウェットさーって、ね、稲田さん、名前出していいのかな。いいよ、ゲッツに。それじゃんとアスピーのお料理チャンネルの時間がやってきましたバレバレよね、いつも今日は何をやりましょうか。今日はホイコロ。ホイコロ、いいね、美味しいよ。美味しい。食べたことある？食べたこと、チーズ。ああ、既製品のね。もう、レッツクッキング。じゃあ、アスピー、今日の食材を紹介をお願いします。はい。使い刺しのキャベツ。はい。使い刺しの玉ねぎ。はい。新しいピーマン。はい。新しい豚肉。はい。新しいニンニク。はい。使い刺しの生姜。はい。そして、継ぎ立ての焼酎。お湯割りね。はい。はい。切りましょう。エコ見てる。何枚で？今日さ、アンボーガーにカモがいる。黒のカモですか？カモ。うん、マガモやろ。え、勝手に取って捕まえてる。いや、俺食おうかな。捕まえて北京ダック作ろうかな。北京カオヤ。北京ダックのほとんどキャベツは手でぶち切りましょう。北京ダックは面白い話ないの。面白い話は今のところ今のところないの。つまらん人生やね。面白いエピソードが。はい。お肉に下味をつけていきます。お酒ですね。はい。濃ゆ口。味の素を一つまみ。はい。ムムしましょう。ごま油。それぐらい。はい。OK。ナイスミチュー。そして、片栗粉を入れて、もみもみ。こんな感じかな。もうちょっと片栗粉。これでお肉の準備ができました。さあ、お肉入れていきましょう。
出てる。食べる。